今度はメインスタンドから見まして熊本マーベリックス右から左に攻める格好に変えます。熊本セカンド失礼しました、ファーストダウン10。さあまず左にいましたレシーバーのヒッチパスを投じました。ここからのキャッチアンドランを図るという形でしたが、ワイドレシーバー16番それに応え左オープン展開し約3ヤードのゲインと変えています。パスを投じましたクォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身元 X1 リーガー。取りましたワイドレシーバー16番は前田、一橋大学出身です。こちらも関東国立大学にありながらかつてはあわや優勝戦という勢いがありました一橋大学旋風を起こしておりました、その有名な一橋大学クリムゾンズ出身のプレイヤーです。さあ試合再開です。熊本マーベリックスセカンドダウン7、ボールオンは自陣26ヤードにあります。パス成功、ここでオフェンスチームにトラブルがあった模様です。クォーターバックと違うタイミングでボールが出されたことにプレーのタイミングが崩れました。なんとかクォーターバックこの状況パスを投げ捨てる形で回避する形に成功しております。しかしあわやインターセプトになるかという非常に危ういプレーでした。しかししのぎましてサードダウンに変わります。熊本マーベリックスサードダウン7、ボールオンは自陣26ヤード。さあこの7ヤード突破なるでしょうか、逆にここを CA コルベッツつきまして状況を打開するでしょうか。パスは成功、しかしナイスディフェンス。ここで左に展開した83番にキャッチアンドランを図らせましたが、これを CA コルベッツ97番見事にカバーしまして1ヤードのロスにとどめております。素晴らしいカバーをしましたのは CA コルベッツ97番の姉妹、これによりまして熊本フォースダウンに変わります。熊本マーベリックスフォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。ナイスパン、このパント絶妙のバウンドで前進しまして、ボールオンはコルベッツ陣22ヤード付近でボールで落とし、この時点で攻守交代となります。鮮やかなパントを決めましたのは熊本マーベリックス2番の久保田です。東海大学出身、ラブアメット様のメッセージ通り非常に緊迫した試合になっております。両チーム一進一退の状況にあります。むしろ本来不利な状況にあるはずの CA コルベッツが素晴らしい奮闘をしているようにも感じます。さあその CA コルベッツの攻撃となります。ボールオンは自陣22ヤードから CA コルベッツファーストアンテン、パス成功。
ファッサークォーターバック12番、ここでプレイアクションパス、ランニングプレーをフェイクにしまして一気にロングパスを投じようとしました。そこに熊本ディフェンスに殺到しましたが、クォーターバックこれをかわしパスを投じ、ワイドレシーバー97番見事にキャッチし攻撃権更新です。 CA これは2ファースダウン。素晴らしいパスを投じたクォーターバック12番は中原取りました。ワイドレシーバー97番は姉妹です。さあ陣地押し上げてきました。 CA これは通じ陣37ヤードからのファーストアンテン。今度は中央へのランプレー、密集点にブロッカー固めてランニングバック24番の中央ブラストプレー、相手ディフェンスを粉砕するように約3ヤードから4ヤードのゲインに変えております。託されましたキャリア24番は久野です。CA コルベツセカンドダウン6。ここでトラブル発生、ランニングバックに託しまして24番中央を飛び込まんとしましたが、ここでボールをジャックルしました。幸い自ら抑えておりますので、攻撃権は確保しておりますがロスする形になっております。CA コルベツサーダウン8。さあ8ヤードの攻防となります。さあクォーターバック12番スクランブルに入った、パスを投じんと構えましたがカバー厚く急遽ランプレーに変えています。しかしこれを熊本37番見事なタックルで阻止しフォースダウンに変えます。果敢なクォーターバックスクランブルをしましたのは CA コルベッツ17番の中原、仕留めましたのは熊本マーベリックス37番の畔川でした。畔川は駒澤大学出身のプレイヤーです。関東学生リーグで活躍しておりました選手、ここで九州で花開かんとしております。CA コルベツフォースダウン3、パントフォーメーションを取ります。さあ熊本リターンに入る、ボールジャックしましたがそこから一気にスピードを上げまして左サイドライン側を疾走、自陣37ヤード地点を確保して熊本の攻撃に変わります。果敢なリターンしましたのは熊本マーベリックス27番の浦、佐賀大学出身。熊本マーベリックス、さあこの裏のリターンを勢いのそのきっかけにすることになるでしょうか。ボールオン自陣37ヤードからのファーストアンテン。パス不成功。クォーターバック1、プレイアクションから左に展開したワイドレシーバー2番に向けてパスを投じましたが、わずかにパスがショート、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。熊本マーベリックスセカンドダウン10。ナイスラン、ファースラン。クォーターバック5番、ここでスクランブル、むしろ決め打ちの QB ドローを展開しました。パスを投じんとし、そのまま一気に切り上がる QB ドロー、これが見事に決まりまして攻撃権更新です。熊本マーベリックスファースラン。ここでその自らの足で攻撃権更新を果たしましたのは熊本マーベリックスクォーターバック5番の吉村、大阪教育大学出身。熊本マーベリックス自陣48ヤードからのファーストアンテン。ナイスラン。
番ファースターランニングバック19番ハンドフォーを託されまして中央突破、相手タックルを受けながらそれを弾き倒しセカンドへフォートで攻撃権更新です。ナイスランファースター。見事なパワフルなランプレーを見せましたが、熊本マーベリックス19番の滝本、高知大学出身、中四国学生にありまして、かつて2018年にも優勝を遂げました。しかし厳しい状況にあります高知大学 OB、 その投資を自らの足で示しまして、後輩への鼓舞する見事なランを決めました。さあ相手陣に入りました熊本、相手陣40ヤードからのファーストアンテン、ナイスラン。ランニバック7番オプションプレーのピッチを受けまして右奥に展開、ディフェンスの間をすり抜けるように約9ヤードのゲインとしています。鮮やかなテクニカルなランプレーを決めましたが、ランニバック7番の大黒、大阪教育大学出身、滝本もかつては内外電機マービーズで活躍しておりました。そして大黒もかつては X の大阪ガススカンクスで優勝に貢献しました。熊本相手陣31ヤードからのセカンドダウン、残り1ヤード、しかしここで審判団からホイッスルが吹かれております。ここで熊本前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。熊本ここでまず得点を上げんと、ここで作戦タイムを取りました。鶴神様メッセージありがとうございます。マーベリックス頑張れのメッセージ、これも選手たちに大きな励みとなると思います。さあ試合再開です。熊本セカンドダウン残り1ヤード、パス成功、ナイスカバー。ここで一気にタッチダウンを狙わんとロングパスを投じましたクォーターバック1、しかしこれをマーベリックコルベッツ見事に4番がカバーしておりまして、パス成功に変えております。これは見事に対応しましたのはコルベッツ4番の松永でした。熊本サードに変わります。熊本マーベリックスサードの残り1ヤード、ナイスランファースター。ここでこの1ヤードをランプライで攻めました。南学24番見事に期待に応え大きく更新し攻撃権更新です。熊本マーベリックスファースター、素晴らしいランで攻撃権更新しましたのは南学26番の国広でした。熊本大学出身。さあいよいよエンドゾーンに迫ってまいりました。ボールオンは相手陣13ヤードの位置にあります。熊本マーベリックスファーストダウン10、失礼しました、相手陣16ヤードに訂正します。ランニバック7番ハンドオフから左オープン展開をしようとしましたが、ここでイエローフラッグが投じられております。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ラブアムフト様、そうですね、熊本マーベリックス専属チアリーダーがおりまして、この試合を大きく盛り上げております。ここでオフェンスチームにホールディングの反則がありました。相手、ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードのバッタリとなります。従いまして10ヤード下がりまして熊本ファーストダウンやり直しとなります。
熊本マーベリックスファーストダウン20、ボールオンは相手陣24ヤード。これはコルベッツナイスです。ここで熊本はランプレーをフェイクにしてスクリーンパス、ブロッカーをつけてキャッチアンドランを図るデザインプレーをランニングバックに託しました。しかしこれを見計らいましてコルベッツ97番、それをタックルし阻止しております。見事な読みでこれを止めましたのは97番の姉妹です。熊本マーベリックスセカンドダウン20、さあここでクォーターバックドローを展開しようとしました。しかしこれも97番がワンハンドタックル、ゲインを3ヤード程度にとどめております。ここはコルベッツ97番の姉妹が素晴らしい奮闘を見せておりまして、熊本オフェンスに立ちはだかっております。さあこの状況を突破できるでしょうか。熊本ボールオン相手陣22ヤードからサーダウン17、しかしコルベッツも非常に厳しい位置です。クォーターバックは5番プレイアクションパス、ランプレーをフェイクし中央切れ込んだ83番にパス、これを83番キャッチ、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。熊本このパスによりましてタッチダウンを上げ6点先制となります。見事なプレイアクションパスを投じましたがクォーターバック5番の吉村取りました。ワイドレシーバー83番は吉村です。見事なコンビネーションを見せまして、まず先制のタッチダウンを上げております。そして熊本タチナの他のワンプレートライフォーポイントに入ります。ここでイエローフラッグが投じられております。オフェンスチームの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスチームには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜体となります。従いまして5ヤード下がりましてトライフォーポイントやり直しとなります。さあ下がりましたがこのワンプレーを熊本キックで決めんとします。ここでホルダーがボールをジャクル、キックできずそれをパスによって突破を可変としましたが、しかしプレーが失敗しまして6点止まりとなります。熊本マーベリックス6点、 CA コルベッツ0点、しかし熊本見事にタッチダウンによりまして先制としました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに落ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーン自陣で倒されるセーフティー自殺点です。この場合は2点を相手に献上します。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りに変わります。この足し算により構成され引き分けが起こりにくい試合になっています。そしてアメリカンフットボールラグビーと違い、得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。必然的に失点した側が次の攻撃を得やすい状況になります。さあその権利を使わんとリターンに入ります。コール CA コルベッツリターナー42番、右サイドラインには駆け上がりまして自陣31ヤード付近の攻撃位置を確保しております。
この位置から CA コルベッツの攻撃と変わりますが、ここでイエローフラッグが投じられました。さあ果たしてこのプレーの間どちらに反則がありましたでしょうか。先ほどの反則はキッキングチーム側の反則です。キッキングオフサイド、キックをボールを蹴る前にボールより先に出ていたという反則です。この場合リターンチームはその出た位置から5ヤード前進するか、5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは自陣35ヤードからの攻撃、いずれかを選べますが、コルベッツは5ヤード前進して攻撃を選択する形になりました。従いましてコルベッツ自陣34ヤードからの攻撃に変わります。 CA コルベッツファーストダウン10。パス成功。ここで果敢にも中央を切れ込んだワイドレシーバー、カールパターンを走った6番にパスを投じまして攻撃権を更新しております。6番タックルされながら見事に攻撃権更新を果たしまして、 CA コルベッツファーストダウンとなります。パス不成功。再びクォーターバック12番中央にカールパターン入りました。7番にパスを投じましたが、このパスは7番キャッチできず、パス不成功に変わっております。前パスはしかし失敗しますと時計が止まります。試合時間前半残り時間41秒で今現在試合は止まっております。さあ今度は1点、この残り少ない時間で得点アゲント CA コルベッツパス攻撃に転じました。ボールオンは自陣47ヤードから CA コルベッツファーストダウン、失礼しました、セカンドダウン10です。ナイスキャッチ。ワイドレシーランニングバック24番フレアパスをキャッチする際にそのフレアパスが乱れていたため非常に厳しい状況、ワンハンドキャッチ見事に消え、タックル殺到する中9ヤードの原因としています。ここでホイッスルが鳴っています。 CA コルベッツここで前半1回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間は28秒と変わっています。さあタイムアウトを解けまして試合時間前半残り28秒で試合再開となります。CA コルベッツサーダン残り1ヤード、ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック12番パスを投じんと構えましたが、ディフェンスのカバーよしと判断しここでスクランブルに転じました。この判断によく左オープン駆け上がりまして CA コルベッツ攻撃権更新となっています。 CA コルベッツファーストラン、見事な判断で攻撃権更新としましたが、 CA コルベッツクォーターバック12番の中原です。そして外へ出たためここで時計が止まりまして前半残り時間16秒となっています。 CA コルベッツ相手陣27ヤードからファーストダウン10。パス成功、しかしイエローフラッグ、反則発生のシグナルが出ております。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に接触妨害をしました。前パスが浮いている間は相手選手を当たって防いではいけません。15ヤードのペナルティとなりまして攻撃権ファーストダウンを献上する形になります。
従いまして CA コルベッツ相手陣9ヤードに入りましてのファーストダウン2ゴールの状況に変わります。さあ相手陣9ヤード前半残り時間8秒の攻防、 CA コルベッツファーストダウン2ゴール。パス不成功。ここで右奥走り込んだ8番にパスを投じましたが、このパスオーバースローとなりましてパス不成功になっています。前半残り時間1秒、しかしボールオン CA コルベッツ相手陣9ヤード。さあこの残り1秒、つまりワンプレーが勝負です。これを熊本しのげるでしょうか。フォーメーションを変えました。CA コルベッツフィードボールトライ、キックによる3点を狙います。ここでホイッスル。ここで熊本が前半2回目のタイムアウトを取りました。ここで急遽キックによる点を狙わんという状況に入り、これに対応するため熊本ここでタイムアウトを取りまして阻止しております。さあ前半残り時間1秒の攻防、大変面白い状況になっております。フリースタイル閣下様、はい、マーベリックス現在はリードしています。しかしその状況を覆さんと現在 CA コルベッツが攻め入っております。さあ試合再開、 CA コルベッツセカンドダウン2ゴールドフィードオールトライ。さあこの判定どうか。キック成功、3点獲得。このフィードゴール見事決めまして CA コルベッツ3点返しました。 CA コルベッツ3点、熊本マーベリックス6点。ここで前半の時間がなくなり前半戦終了です。前半終了となりまして熊本マーベリックス6点、 CA コルベッツ3点、その差3点で前半戦終了となりました。九州学社会人の優勝決定戦にふさわしい素晴らしい熱戦となっております。この一戦は双方ともに得点を上げまして6対3という状況で前半戦を終えております。双方ともこの状況を見直すにも兼ねまして、この中断となるハーフタイムに入ります。ここで双方とも前半の状況を整理し、打開となる策を見出すことになるでしょうか。